さんこんにちは。こんにちは。またいらしていただきました。はい、もうなんか痛くて苦しいですね。じゃあどこが一番お辛いですか？今は一番腰が辛いです。腰のどの辺ですか？もう両サイドですね。両サイド、はい、この辺ですか？はい、こっちで、はい、ちょっと脇の方っていうか、そう、こっち真ん中の背骨際よりは、そう、横の方ですね。すごい汗かいてますね。暑いんですよ。暑いです。すいません、部屋がちょっと今下げましたけども、この横の方がちょっと辛くて、はいはい、どういう動作で きついですか？もう割とその寝てる時以外常にきついですね。何やっても、はい、ひねるのとかはできます？あんまりいかないかも。あ、行ってないですね。痛みはないですけども、硬くていかないっていう感じですね。硬くていかない感じですよね。はい、腰とかはどうですか？あ、これもなんかつら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 ですね。わかりました。腰周りがかなりこわばってて、はい、ひねったり倒したりがちょっと引っかかるっていうか、はい、引っ張っちゃう感じですね。はい、はい、あ、ちょっと一回立ってもらって、反らすのと前に倒れるのとどんなもんでしょう。あ、こんなもんです。これも辛い。辛いですね。上反らすのはどうでしょう。あ、もうこんな。あ、だいぶもう狭いですね。わかりました。ありがとうございます。どういう経緯なんですか。店がちょっと狭すぎてですね。はい。多分無理な姿勢で施術をしたんだと思います。はい。で、それでもう背中からもう肩首までバッキバキに固まっちゃって、はい、それでもうなんかもう意識飛びそうなほど痛くなっちゃってなんかやっぱりその狭いスペースで無理やりやってるんで、一番最初腰がきて、ちなみにその無理やりってどういう感じですか？中腰みたいな感じですか？もうずっと中腰ですね。 あと中腰きついですね。中腰そうですし、はい、そのベッドがちっちゃいし軽いんで、あ、動いちゃうみたいな。動いちゃうんですよ。あ、やりづらい。だから動かないように、はいはいはい、多分無理な姿勢を取ったり、あ、はい、やりづらい。あとこう、はい、結構押しながらベッドに足乗せたりするじゃないですか。足を乗せるとミシミシミシみたいな感じになっちゃうんで、ベッドが華奢なんですかね。そうですね。なので、うん、足も乗せられないし、それで足乗せられなかったんですね。はい、幅も狭いんで、あ、乗せるスペース自体もあんまりないんですよね。で、はいはいはい、押したら動いちゃうし、あ、もう全然なんか小人の家に来ちゃったみたいな感じですね。そんな感じですね。で、多分誰に言ってもこう、はいはいはい、あんまり伝わらなくて、あ、いや普通だよこのぐらいみたいな。あ、そうなんですね。はい、でも俺にはもうちっちゃくてダメなんです。ちなみに丹野さんってベッドとかって、はい、やっぱその大きいやつを買ったんですか、自分やってやるときは。そうですね、大きくて重いやつを買って、で滑らないようにその、はいはい、この足の下の部分に滑り止めも入れて、うん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 、ああ、やっぱそれちょっとやっぱり工夫してというか、はい、そうですね、やっぱ普通にやだと小さいとか軽いとか滑っちゃうがあって、はいはい、あの結構この端っこの方に座ると、うんうんうん、こっちの方をこう浮いちゃう場合あるじゃないですか。あります、あります。そんな問題ですか。あの、じゃあ俺がじゃなくて、俺じゃなくてもこう、私なったことないですけど、あの、それもっと安いベッド使うとなりますよ。あ、本当ですか。多分自分じゃなくて、はい、多分5、60キロの人がここに座っても安いベッドだと動いちゃうんですよ。はい、あ、へえ。この端っこに座らせるとこう、はい、倒れたりしないかな。怖いですよね。はい、不安定なんですよね。ああ、そうなんですね。はい、それをなんかこう無理やり抑え込みながらやってるんで、あ、すごい気使うし、めちゃくちゃ気使います。疲れますね。で、大体来るお客さんが強もみの人ってそんなにいないので、うん、あの、そのコントロールもまた大変なんですよね。なるほど、なるほど、はい、弱い方にコントロールするのは結構大変なんですね。大変ですね。あ、体重かかりすぎないように、あ、そっか、結構踏ん張ってるんで、あ、むしろこっちでこう、はいはい、消すような動きを、はい、あ、そっかそっか。なので多分それでもう全部やられちゃってますね。はい、全部肩もちょっと上がんなくなったっていう。上がらなくなりましたね。はい、全部右に来てたっていうことでしたね。全部右です。今はもう全然大丈夫なんですけど、はい、上がるようになって、はいはい、なんかもう、うんうん、その痛みが出た日やつはもうこのぐらいで終わりでしたね。あら、腕も痺れるし、あ、でも
まあ、やっぱり、まあ、一応動くようにはなったものの、はい、痛みはまだ続いてて苦しいっていうことですかね。まあ、でもだいぶ良くはなってますね。はい、でも また仕事してたらなりそうですよね。なりそうですね。その辺にこう、はい、うまく慣れていかないと。そうですね、はい、環境は変えられないんで。そうですね、そうですね、はい、狭いって、はい、どういうことなんですか。カーテンで仕切られてるとか。そうです、カーテンで仕切られてるんですけども、はいはいはい、縦が多分2メートル50ぐらいで、横が1メートル50ぐらいなんですよ。え、横 1.5 しかないんですか。はい、めっちゃ狭いっすね。はい、あっても多分160ぐらい、そんなもん、ね、え、めっちゃ狭いっすね。めっちゃ狭いです。え、それ私全然想像してるより狭かったです。鉢側が、はいはい、椅子置いたらもう俺こっちにも座れないぐらいしかスペースがなくて、あらだから大変なんです、はい、そこに椅子置いちゃうと。でも 1.5 って本当ギリギリですよ ね、 ギリギリですね。これが60あって こんなもんですね。うーん、このぐらい。あ、じゃあ、え、でもそれ私でもこの体勢だったらもう、はい、もうここが横につくってないですね。こっち側はもう、ここでカーテンなんですよ。こう。じゃあどうするんですか、こっちからこうやりたいときこうやって。通路に出るしかないんですけども、はいはいはい、通路がまたこのぐらいで、ここにはもうあっち側のベッドがあるんで。狭っ。はい。あ、そんな狭いですね。でも、きっちりですね。常にここにカーテンが当たりながらやってるんですよ。あ、イライラする。しますよね。イライラする。ここがもう入るのにこういちいちこう開けながら。あ、イライラする。めんどくさ。イライラしますね、はい。お客さんの足にもカーテンかかっちゃうんですよね。あ、それお客さんも嫌ですね。嫌ですね。あ、そうなんだ。気になりますね。はい、でそういうことをこのまま行くとなんかその店ディスりになりそうだけど。多分気にしだしたらいっぱい気になることがあって、ね、うんうん、それをこう気にならないように頑張ってると疲れちゃうんですよ。あ、わかりました、はい。ありがとうございます。はい、じゃあそれを踏まえてちょっとお体見ていったりしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ます。じゃあ寝ていただけますか。はい。はい、よろしくお願いします。はい。